グルーポンジャパンは、かつて、東京都渋谷区に本社を置き、共同購入型クーポンを提供していた企業。米国の企業グルーポンの日本法人であった。2008年11月に創業された、米国グルーポンの日本法人。グルーポンは2010年8月に、日本進出を表明。同月、共同購入型クーポンサイトを運営していた、クーポットを買収し、 10月1日に社名をグルーポンジャパン株式会社へ変更した。2021年6月に解散。グルーポン社では購入したクーポンについてサービスを保証するものではなく、またトラブルが生じた場合にもグルーポンは一切責任を負わない旨を規約に記載している。2010年8月3日、月間売上ナンバーワン、ツイッターフォロワー数ナンバーワン、1日の クーポン販売枚数ナンバーワンを達成した。これは7月20日に販売した iTunes カード1500円を80%オフの300円で販売が大きく影響したものである。その後、提供会社のトラブルの影響で商品が購入者の元に届かず、販売日から1ヶ月後、公式サイトで購入者に謝罪した。2010年12月、 タイヤ期待ガチが発行した割引クーポンが偽造され、実際に使用されたという事態が発生。この後のグルーポン側の対応が不十分であり、かつ、料金の支払いについても揉めたなどの結果、店の存続まで危ぶまれる状態となり、その結果2011年2月15日にタイヤ期待ガチ側は、グルーポンのクーポン使用中止を決定した。グルーポン側は、 同クーポン購入者のうち未使用クーポンの全額返金を行うことにしている。2010年末に横浜市の企業でカフェを経営し、水口健二が代表を務める外食文化研究所がグルーポンジャパンを通して1万円で販売したおせち料理の宅配について傷んでいる内容が広告写真と違いすぎるなど多数の苦情が発生した。 宅配された料理は箱の容積に比べて内容量が極端に少なく購入者がこの料理の写真をインターネット上にアップロードしたことで騒動となった。グルーポンジャパンは翌2011年1月5日に謝罪を発表。購入者に対して販売金額の1万500円を返すことと5000円相当のお詫び品を送ることを決定した。 この件について2011年1月6日までに横浜市や神奈川県農林水産省が製造元の外食文化研究所に衛生面での懸念から立ち入り検査を実行した。2011年1月8日には消費者庁が外食文化研究所の事情聴取を行うことを決定。消費者庁は2011年2月22日に 景品表示法の有料5人及び有利5人に当たるとして外食文化研究所に措置命令を行うとともにグルーポンジャパンに対し価格表示が景品表示法違反を弱起することのないようにウェブサイトの運営に留意するよう要請したこの事件はグルーポンジャパンに対する悪印象を決定づけるものとなり10年近くが経過した2020年9月末に 日本撤退を決定した際の報道でもたびたび言及された。2011年1月、グルーポンジャパンを通して販売されたランチ50%オフのクーポンに対し、1000人の共同購入者を集めた後、クーポン販売のページで利用可能時間を平日限定利用可能と訂正した。2011年1月29日、グルーポンジャパン社員が バスで移動中、業務用ノートパソコンが入ったバッグを紛失したことを2月4日に公表した。ノートパソコンにはパスワードが設定されていたものの、その中には取引先企業の店舗情報が155件含まれており、またメール本文中に顧客の氏名、電話番号が26件含まれていたという。グループオンジャパンは対策本部を設置し、 顧客及び取引先企業に対し、お詫びなど適切な対処を行うことを明らかにした2011年2月16日、クーポン掲載後に契約になかった飲み放題が付加されていたため、店側が訂正を依頼。グルーポン側は、訂正を行うとともに、購入者にメールを送付するため問題ないと回答した。ものの、実際にはメールが届かず来店時に飲み放題の、 特典利用を求める客が現れ、店側は、ことの経緯を話した上で飲み放題の特典をつけた。2月22日にグルーポン側がミスを認め、飲み放題特典分を、グルーポンが負担し、店側は、すべてのクーポン使用者に飲み放題を付加することとなったが、2月25日になってからグルーポン側から、 すべてのクーポンをキャンセルするので使用済みのクーポン番号を教えてほしいとの連絡が来た。2011年2月、ケーキショップがグルーポンからのダイレクトメールでチーズケーキが半額で販売となっていたことを知り、社員に契約したのか確認したところ、誰も契約をしていなかった。グルーポン側は先日のチーズケーキの掲載日が近づいてます。いかがいたしましょうか お返事がなければ提案日通りに掲載しますという内容のメールを店側に一方的に送付し、返事がなかったため、了承も得ずに強行掲載をした。店側がグルーポンに確認したところ、契約したという返答のみで、契約書を見せてもらおうとしたところ見せてもらえず、後に確認されたのは、打ち合わせ時のメモしだけだった。お詫びと取り消しのメールで、 被害はなかったということになっている。大阪府東大阪市内の美容室経営会社が2010年11月からグルーポンで割引チケットを約1500枚販売し、この際、グルーポン側がクーポン購入者の20%は実際には利用しないと説明。ところが、実際にはクーポン購入者がグルーポン側の説明よりも、 はるかに多い人数で殺到し赤字が出たとしてグルーポンを相手取り大阪地方裁判所に訴えを起こした2012年9月3日に同地裁はグルーポン側が虚偽説明をしたとする原告側の主張について証拠がないとしさらにクーポン利用客が集中したことについても予約の調整などで分散させるという手もあったはずと判断し 原告の訴えを知りける判決を言い渡した。北九州市の飲食店が、グルーポンと定食が、半額になるクーポン500枚を売る契約を結んだが、実際に売られたのは2000枚だった。契約にないクーポン1500枚分の定食を、値下げしたことによる、損害賠償を求める訴えを2011年12月8日に、起こされた。ありがとうございます。